はい、皆さんおはようございます。まるみです。ということで本日は千葉県君津市にあるマウンテンカメに来ております。鳥居映ってますね。マウンテンカメの鳥居ですね。ということでね、今日はね、冬の亀山を攻略していきたいということなんですけれども、まあ私マルミッションっていうね、まあ、年間目標みたいなのがありまして、その中でアラバマで釣るっていうのをね、まあ、達成していない。さらにボチャップを2本釣るっていうのもまだ達成していない。ということで今日はこの亀山でこのアラバマを使ってですね、50アップを狙っていきたいと思います。で今日はもうほんとミッション達成のみを狙うので、もうほぼこれしか投げない。ワームはもうケイテックのスイングインパクトの 3.8 インチのみで、タックルは18ポイズンアドレナ66の H ヘビーロットですね。そこに20メタニウムのノーマルギアということで、ラインは16ポンドかなっていう感じでね、まあ、やっていこうと思うんですが、今日の水温はね 13.3 度、北寄りの風が3メートルぐらい吹くのかな。で最高気温は13、4度ぐらい。まあ簡単にはいかないっていうのはね、もう分かってますけど、一生懸命今日もこのミッション達成に向けて釣りをしていきたいと思います。1日これ楽しんでやったんですからね、アルバムは。結構大雨だもん、ね、やばいな、やばいかな。ちょっと撮影機材がやばいので一度避難。これリンレットでしょ、多分雨が降ったらリンレットになるんじゃない。よし、食った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 。マジか。落ち着け落ち着け落ち着けよ、しっかり取れてる。落ち着け落ち着け落ち着け。12月のアラママネット、落ち着け、しっかり取れてる。マーマーサイズ、よし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 、取った、はあ、取ったよ。いやー、取ったー。うおー、いい感じ。うわー、取れた。やったー。雨でカメラもう閉まっちゃったよ。あー、これ正面から撮りたいな。うわー、嬉しい。やったー、アラバマミッション達成だ。やったー、ありがとう亀山。さあ、カロウ、じゃあね、アラバマ、いやミッション頑張ってよかったよ。あんま魚大きくないけど、口とじ指だけ 37.5 ぐらい。やった、うー、ありがとうアラバマ、うー、嬉しい。あっと、よいしょ、ありがとうございます。ああいうところね、
この辺暑そうじゃない？なんか崩落だし。ダメかな。さっきね釣ったエリアのすぐ横、横でもないけど15メートルぐらい隣、どうかな。釣れてほしいな。シャローで多分浮いてたんだよね、さっきの魚は。いやー投げやすい。このね今ね18アドレナの66H と20メタのノーマル、これがめちゃくちゃ投げやすい。自分もこう腕力とかさそういうのいろいろあると思うんだけど、あ今魚いたかな。もうジャストだね、長さも。50歩欲しいね、50歩。丸ミッション。あと50歩2本。まあ、厳しいかな。欲しいな。12月のディッセンバーバス。いや、いそうだけどな。釣れそうな気がするんだけどな。感じだったけどね、50はねえな。よいしょ。でも細いけど長いね。上取れてる？うん、ほらいい感じ。よし、測ってみよう。痩せちゃってるね。おい、超えた。40 41、イエイ。棒閉じると42、イエイ。やったね。おー、40歩、オッケー。はい、口閉じ、尾開き、あ、41。お、やった、ありがとう。釣れた。うい、アラバマ先生聞いてますね、これね。おお、41センチ。いやー50が出ねえな。わい、オリキサーボートさんの近くかな。細いけどね、いいね。41センチ、ありがとう。もうぞって感じだった。もうね、ほんとちょっとした違和感だよね。ほんとにちょっとした違和感。やっぱ崩落だね。崩落、シャロー崩落。そんなとこだね。もうちょっと言うんだったら一応アウト側って感じだよね。今のとこなんか泥底だったけどね。で、ポタポタなんか水が垂れて雨がね、流れ込んでる。インレットまで言わないけど。そんなところで、取れたね。アラボも効いてるね。いやー、この時期にさ、ベイトでね、ヘビーロッドで、うん、まあこういう釣りができて魚が取れるっていうのは嬉しいね。やっぱり俺軽いのは苦手だからね。重いもん投げてるのが好きだから。日陰っていうよりはしっかり、まあ、日が当たるってこともないけど、晴れてねえし。でも比較的明るいところで取れてるね。でもね、サイズ上がってきてるからね、このままどん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 サイズが上がって、行き着く先は60っていう。ここは亀山、夢がありますよ。でね、やっぱね、今日俺亀山多分通算5回目ぐらいなんですよ。でソロで来たのはね、今日が初めて、うん、自分でねレンタルのセット持って。で、まあ、こんだけ37、41っていう魚が取れたっていうことなんですけども、まあね、やっぱり、朝のね、水産センターのね、おっちゃんが言ってた、押し切りいい魚取れたっぽいぞ、というやつ。ああいうのはね、ちゃんと聞いて、こう、行きましょう。ね。素人がね、自分のなんかね、考えとかでね、あっち行った、こっち行った、つってやったって、ダメよ。
そういう方の情報をもとに、まあ、やっていると。で、押し切りってさ、1本取ったからあれがまあ崩落絡みだったって言って、さっきのところもなんかそれっぽいところで2本目が続いてるわけですからね、まあ、そういうのはね大事にしましょうと。でね、まあこの動画をね、水産センターのあのお父さんがね見てるとは思わないですけど、今日ね朝受付の時にね、なんか水産センターからあんまりまだいい魚が出てねえんだ最近なんて言ってたのよ。だからちょっと取ってくれよなんてね言われたんですけど、いやいいでしょ今日ね、この12月も入って水温ももう13度とかなってて、41頭に2本、どうです？おじさん、ね、またやっぱこの木曜日はいいね、水産センター木曜日、カメラマン貸し切りだもん、うん、撮影がしやすいよね、大声っていうかさ、しっかり声張って撮影できるから。じゃあまあね、体も冷えて、今日ねちょっと雨の装備してないからさ、まあ撮影機材とかにトラブルあっても困るんで、今日はこの辺でね終わりにしようと思います。やらばのミッションクリアーということで、あとはねゴージャップ2本、まあ年内あと20日ぐらいあるから、まあ頑張ってやってるけどね、まあ今日以上の超過はもう出ねえんじゃねえかなって思ってるぐらい今日ができすぎててね、いや楽しかった、ありがとう亀山って感じです。じゃあ一応今日ね使ったこのリグの解説も、概要欄に貼っておきますので、よろしければこのリグ使ってみてください。比較的ね、どこでも手に入りやすく作ったんで。ということで本日もご視聴どうもありがとうございました。丸みアラバマよくやったと思ってくださる方はぜひねいいねよろしくお願いします。そして来年もまた亀山でガツガツ釣りをやってるんで、よろしければチャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまたね。